ジャパンラグビー TV 矢野武けのラグビーカタローゼ全国の大円球を愛する皆様ようこそジャパンラグビー TV 矢野武けのラグビーカタローゼおはようございますナビゲーターの矢野武けです明日12月11日日曜日秩父の宮ラグビー場と花園ラグビー場で大学選手権の3回戦が そして来週12月17日土曜日にはいよいよ日本最高峰のリーグジャパンラグビーリーグワンの2シーズン目が幕を開けますさあ今回もゲストを迎えしてリモートでの収録での配信となります皆様もぜひコメントを書き込んだりして同じ時間ラグビーカタローゼを合言葉にお付き合いくださいでは早速今回のゲストのプロフィールからご紹介します1990年1月1日生まれ東京都出身です 小学4年生からラグビーを始めて進学した桐蔭学園では花園優勝を逃したものの帝京大学では大学選手権初優勝から3連覇に大きく貢献なさいました卒業後入団したトヨタ・ベルブリッツには実シーズン所属して今年5月に引退現在は選手時代からスタートさせた レフリーの道を邁進されています。そこでご紹介しましょう。えー、所属トヨタベルブリッツ、そして日本ラグビーフットボール協会公認 A 級レフリーのナミカワタケイトさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナミカワさん、ここ今収録してるんですけど、ここ来るまで大変だったみたいですね。そうなんですよ。<laughs> あの電車止まっちゃいまして遅刻しかゃいました。<laughs> いえいえ、もうゆっくりあの汗今かいてらっしゃいますけど、お水飲みながらお願いします。はい、お願いします。今日実はあの灯島の練習行ってたって。そうなんですよ。午前中に。 東芝さんの練習を生かしていただいて、<ー>まあもちろんシーズンでも東芝さんをこう担当させていただくことはあると思う。のではい、はい、まあそういう兼ね合いから、で今週。そうですね。この収録の週の練習試合も担当するので。あ、そうですか。生かしていただきました。ちょっとこう収録早めの12月1日ですけども。こうジャパン組っての合流してました。練習にもいて、しっかりハードワークしてました。ーリーチも。リーチもしてました。中尾選手たちもですか。そうですね。 へえ、リッチ選手本当出るん出そうな感じですよね。ねこの感じだと開幕もやっぱタフっすね。えですよね。さあそんなまあトップリーガーそしてそこからレフリーに転身してと話題注目にもなりましたけど、今立ち位置としてはプロレフリーなんですか？そうなんですかね。うんうん、あのもちろんトヨタ自動車の社員としてもやらせていただいているので、なるほどで昔は 選手もやってたんで、それが抜けただけなので、社員とレフリー。なるほど、トヨタ自動車の社員なんですね。はい。なるほど、わかりました。ではその、えー、後輩からパスを送ってもらったんで、えー、後輩である古川正人選手のコメントちょっと聞いてください。はい。なめかたけレフリー、お疲れ様です。えっ、ー、と、いつなめさんは休んで何でリフレッシュしているかっていうのを知りたくて、いつも週7で忙しくしてるなめさんは 何でリフレッシュしますか教えてください。だそうです。忙しいみたいですね <laughs> まずね。忙しいですね。休みないですか本当に。休みないです今のところ。へえ<ー>。もちろんそんな二十四時間ずっとあれではないですけど、だけどそれこそ移動があったりどっか帯同したりっていうのの繰り返しなので<ー>休んではないですけど、そうっす何でリフレッシュしてるんですかね。ね。 <laughs> <laughs> 僕の中でや,、ま、やっぱり一番は家族、うん、子供もいてそこと会うことが一番のリフレッシュなのでだけど家族に会えないみたいですよねそうなんですよ<今>だから基本的にリフレッシュできてんのかなって感じですけど <laughs> 今もうそういう時期なんですかね <laughs> ひょっとしてそうですねもう我慢する時期だ<ー>しい、はい、え、ラインとかでお子さんとかと話したりはもちろん しっかりしてますえちょっと家族紹介してください家族構成お名前教えてもらえたらそれもえー、子供三3人いてたくるきたーランランす9番の9ランニングのランタクルのタクルですきたーみんな男の子男女女ですあっそうかランちゃんがはい、ランちゃん9ちゃんへーあランちゃんキューちゃゃんんは女の子、はい、<laughs> ザッツですねこれもそうですね 奥さんんはは反対ありませでした全然ない奥さんもスポーツマンなのでもともとへえあそうなんですよねトヨタのソフトボール部でしたそうですへえなのでもう一応タックルは別ですけどランニングもかかってますしなるほ9番は球っていう意味もあるんでねへえあそうかと思いました自分そうなんですよあとは9番の9っていう形でへえタックく君は何歳ですか今6歳になりましたあスクールそろそろ小学校1年生なんでああ どうなんですかスクールはどうなんですかねラグビーやるのか分かんないですけどあ,ーあ無理事はこうまあいはそっちに行かせようとはしてない感じですかしてないっすねへえ<ー>そうですねでも、まあまあ、ラグビーボールは家にはあるので遊んだりはしてますけど、まあ、でもこの名前つけられたらねそうっすねどうなんですかね <laughs> ボール持ってるときは相変わらず楽しいんでへえ<ー>蹴ったりパスしたり走ったりしてるんで現役時代は見てくれて覚えてますかねどうなんですかねね 僕がしっかり試合出たのって結構ちっちゃい頃なんで逆にレフリーの方が頭に入ってるんじゃないですか、ね、よくあの、ね、ラグビー選手は現役のうちに子供たちに見せたいって言うじゃないですか、ね、でもレフリーでも一応グラウンドにはいるんで選手 <laughs>、うんはい、を見せたいっていう気持ちもありましたけどうん奥様その転身するときに何か相談されたんですかお話はんー。どうだったかな まあ何かあるごとにはしゃあなしてやってはいるので、うん、まあでも何にしろ応援はしてくれて本当に送り出してくれるんでそれこそ今ずっと家いない時も一人で三人見てるんで <laughs> そうですすすよねすごい感謝してますあのこの収録始まる前に今回はスタジオでなめかさんとこう対面して収録してるんですけどいやうち帰りたい派なんですよねって言ってましたもんね。そうなんですよ <laughs> そうなんですよねでもレフェリーってやっぱ遅刻もしちゃいけないし、うん、公共交通機関とかなので、はい、だから基本的に前日に試合前に入るんですけどまはい、はい、まあ、ねはい、うまく当日入ったり <laughs> できれば,きればなるべく家族といてそ,うなんですよそれこそ名古屋なんで大阪にも東京にも当日行けなくはないので、うん、確かにうまくやってます。じゃああの 現役時代もゲーム終わるると結構スッとすぐ帰るそうですね練習終わったら一番に帰ってました僕は <laughs> <laughs> 飲みに行こうぜみたいなあっても,もうでも飲みに行ったりは大好きなんで行くんですけどそれ以外の時はもうパパパってへえそういうタイプの選手もいますよねきっとねそうですね、はいザ その選僕多分あのマリカコロインベテワイルドナイツのもうすぐ帰っちゃうから取材したいのにマスコミが困るって言ってましたいなくなっちゃうすぐっつってそうですねみんながシャワー終わる前に僕帰ってますからねナメさんもうオライアンみたいなそうそうそうそっそうそうてうそ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 しそう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 う まサ人自身もいろいろ分かっててしんどいツアーにはなったと思うんですけどやっぱサ人のすごいとこってそこで軸がぶれないというかチームに対して絶対プラスの影響を何かに残すやつなんでマイナスの影響を出すっていうことがこう1秒たりともない選手なんでだからみんなから信頼されてると思いますコーチ陣からも信頼されるプレイヤーみたいですね。そううでですねやっっっぱラグビーをを知ててるのなななんかか言ったこことととに対してこう変なことを返さないというか 絶対まとえてることを返してくるので,、うん、でやっぱ話してて後輩ともあんまり思ってないですし <laughs> すごいこうフラットに同じ立場のような形で <laughs> へーだからいわゆる中川さん先ほどお話してた時にこう変なことしないプレイヤーって言ってましたねはい。それどういうことですか改めてグランドの中でも変なペナルティしないんですよあいつってうん、うん、で逆にそれがグランド外になったとしても、うんはい、変な行動をしないというかこう<ー>後輩に見せれない行動とか、うん、他の人が えって思うやなコードって絶対しないので、はあ、それはやっぱすごいなと思いますねあのー、すごいプレーはあるけれどもおいそこでペナルティするなっていう選手いますよねはい。はあそれがないないですねだからコーチが使いたくなるしキャプテンになるんです、ね、そうですね、はあ、今年キャプテンになりましたねええー、姫野選手と共同キャプテンですもんね、はい、キャプテンとしてはどうです楽しみにしてるのどうですかねまあキャプテンとしてのあいつはまだこう 見てないんでであれですけどうん、うん、ただ去年からもうその立場にいるようなぐらいリー,ーダーシップはずっと取ってたんであんまりこう逆転になったからどうこうってみんなも見てないとは思いますもともとそういう人だったんでなるほどさあでは改めて名前川選手自体ちょっと振り返っていきたいんですけどもともと始めたのはスクールからですもんね。スクール小学校のクラブにあったんですラグビーが。小学 こうにあったんですかそうなんですよ<ー>でそこで初めて4年生から始めて何小学校ですか学院小学校っていう東京都の駒込にあるところなんですけど<ー>そこで始めてで本当に好きになって<ー>で中学でも世田谷ラグビースクール化してますはいはいで進んできましたああ桐で帝京、はい、でトヨタベルブリッツと。 ラグビー始めるきっっかかかけ自体は何かあったんですかお父様やってらしたとかいや本当に自分のこ担任の先生というかはい、はい、その人のこと僕すごい大好きで,<ー>でその人が、まあ、半ば強引にやってみろって感じだったんですけど <laughs> でもそれでハマりましたへえ肌にあったそうっすねなんか楽しかったっすね野球も好きだったし、うん、タッカーも好きだったし<ー>でも結局ラグビーを選びましたねあ,ーあのあ、ー、の あるあるじゃないけどスクラムハーフ気が強いあるあるの塊みたいなイメージなんですけど <laughs> ナメカ選手見てた、はいはい、そういうこともあるんですかねラグビーどうなんですかねなんで選んだんですかね、えー、まあもちろんそんなコンタクト激しくないですもんね小学生の頃だからへ、はい、えー、こうでもそれこそトップでやりたいとかだんだん思っていったのはどれくらいですか でやりたいとは思ってなかったですねやりたいとかやれる自信もなかったし、うんええ、小学校の子でもっと中学校もそうですし、うん、で高校入って全国大会とかでこう出れるようになってから、うん、なんかこう上ろうと思った感じですね、ええ、階段をあのジャパン目指そうみたいなそういうところですかそうですねは<ー>選手やってる間はずっと目指したいなと思ってたし、うん それをやらなないいいとと楽しくはないというか、うん、そうですね。で帝京大学っていうのはこうどういう経緯で他の大学も考えたりしてたんですかえー、考えてました。えー、考えてたんですけどまあいろいろあって、うん、例えば、えー、受験に落ちるとかああ <laughs> そうなんですよいろんなことがあった代なのであそこってなのでそれで帝京大学行かしてもらって、えー、本当に助けられた感じなので帝京大学にはそ、えー、それこそ岩手さんには。 しっかりサポートしてもらったので、ああそ,ででそれがあって本当に良かったなって思いますね、うん。岩田先生との出会いはこう何が一番自分のものになったんですかね。うん岩田先生とまず一番初めにこう面接した時に、僕がこう四連覇したいって言ったんですよ。はいはい、そしそれ岩田先生もこう多分岩田先生そういうの好きなので、はい。はい こう結構気に入ってくれて面倒見てくれて<ー>でそこから本当に私生活やったりラグビーだけじゃなくて、うん、いろんな考え方を教わったので本当にこう人生の中で一番出会って僕の中で変わった人ですねあの岩出さんに出会って先生になりたいっていう人選手もいますよね出てきますよねきっとああ僕はなかったですかね 川さんが一例えば入学した大,大学に入った頃っていうのはもう1年生にこう雑務させずに上級生がやるっていうふうになってましたいや僕はそうですあの4年間掃除してました <laughs> 教えてくださいそれ4年間 <laughs> の1年生の時にしっかり後輩をして掃除して <laughs> はい、はい、2>, 2年生でもまあ後輩掃除して <laughs> うん、うん、3年生になった瞬間から変わったのであそうなんですか じゃあなめかさんが2年生の時に大学に一歩一になりましたよねはい。じゃあその翌年から変わったんですか、はい、<laughs> あれれるって思ってるぐらい変わってきましたあ、<笑><笑><笑>じゃあずっと4年間そう実施してたんです、ね、そうですへえ。それ変えようっていうのはどういう学生たちの中でどうだったんですか受け入れ方とかいやそれもちろんやっぱ全員150人いたら150人が、うん よっっしゃととは思思てなかたう,うでもやっぱり引っ張るリーダーがしっかりしてたので,<ー>でそれこそ僕の代でいえば森田がキャプテンで、うん、その上では吉田幸次郎、はい、こういいリーダーシップの人がいたので、うん、そこにはみんなこうついていくというかで最初はついてきながら。 やる価値がどん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 上がってきてやろうっていう形になっていったので、<ー>それが今もあるっていうのはやっぱすごいですね,ね。そうですよね。他の学校もこう参考にしてますもんね。そうですね。うん、本当にいいことだと思います。食事とかもその当時から変わったんですか？こう管理とかするのも。ああどうですかね。まあその時代にあった管理方法だと思いますけど、うんはい、しっかり管理はしてもらってました。へえ。そうかじゃあ一番その。 提供が変わる時を見てきたんですね。そうですね。今の提供大学どう見てます？強いと思います。強いですよね。<laughs> めちゃくちゃ強いですよね。はい、あのまあちょっと遠ざかった4シーズンがあったじゃないですか。はい、あの頃っていうのはどうだったんですか？うんどうなんですかね。結局でもそういうここにいた選手たちも日本代表で活躍したり、はい、しているので、でね、本当に大学だけで見ずに長い目で見たら。うん なんかそんなに悲観的に捉える必要ないような、うん、僕は思い出をしてますああなるほどそうですよねその他の学校が強くなったっていうこともありますしね、はい、その提供の背中を追って深井逆だからあんだけ買ってたのはすごいと思います本当にあんだけメンバー変わる大学でそうですよね樋口、はい、この後ないんじゃないかって言われてまあそれこそ提供がそれを狙ってるでしょうけど、はい、自身が だってこれまで3連覇したのかもうずっとなお昔のことですもんねな,ん、はい、なるほどこう改革してだってリーグワンのチームに入ってすぐゲームに出られる大学生が多くなってきましたよねそうですね<今>それもやっぱ大学のレベルが上がったのもありますし、えー、でそれで滑川さんはだから2年生の時から3連覇してそのまま卒業して、はい、トヨタベルヴィッツ、はい、これトヨタを選んだっていうのは、はい、うーん ででなんん、ね、誘いはあったたしょたくさんそうですね<ー>正直こう嬉しいことにいろんなチームからお声はいただいてうん,うん本当にこれ最近僕あの家族で話したんですけど僕お兄ちゃんがいて<え>お兄ちゃんに聞いたんですよ僕就職先こことこどこどう思うかなっ,っあ、はいはて、い「トヨタ」って言ってくれて<ー>で僕もこうトヨタのラグビー見てたこともあったし。はい 出たいと思ってたんでやっぱりで本当にここで選ばしていただきましたねお兄さんはいラグビーやってらっしゃる？はやってないですそうなんすよやってないですけどじゃあでも何かあると相談するお兄ちゃんですはい今普通にお勤めはいスポーツやってらっしゃってますか？やってないですけど何やっても僕よりすごいです走っても速いし野球やってもサッカーやっても勝てないですね。 それで言ったらそれでラグビーでは勝てるんでラグビー選んだのかもしれないですね。はああなるほどなるほど、はい、それぐらいですかね。はあ面白いですね。はあ、なんかきっかけがあってこの道を選んでですもんね,そうですねずっとやりたいことばっかりだったらそうじゃなかったかもしれないし<ー>うんなるほど、はあ、じゃでもその大学からトヨタに入ってまあその何年かも含めてですけどもちろんジャパンを目指していたわけじゃないですか。はい こう近くももちろん行ったしライバルとかうどうだったんですか当時は。まず僕の一番近くにこう浅田一平さんがいらっしゃったので、はい、そこをまずこうコンスタントで超え続けなきゃいけないと思ってましたし、うん、でもこう僕がやってきたラグビーもこう日本代表がやってるラグビーもこういろんなやっぱ感動が変われば変わるしあ、はいはい、それでうん面白いなと思った時もあれば遠ざかったなって思う時もあるし。はあ やっぱ自分の実力を知ったのも社会人入ってからなのでうんどういうことですか自分の実力を知ったのが社会人やっぱ大学の時これ何でもできるなと思ってたんでああ<ー> <laughs> 自信もあったし <laughs>、はい、だけどやっぱそれはすごいちっちゃい話だったんでそれをやっぱ社会人出てから本当に感じましたねへえそれ世代も違う人もいるしそうですあとは完全にフォワードが強かったので手際はに何にも困ることはなかったので <laughs> 本当にそうですねその時に門司さんっていうあのスタンドオフで組んでる時にずっと言われましたね「汚いボールさばけ」って<ー>自分からボール取りにけって言ってそれこそあの日和さんのプレーとかずっと見てましたあそうですか法政大学のこうバックス外に回すっていう時にどんなボールでもさばく。 でどんな汚いボールでもとりあえず10番に渡せっていうのがモさんあったんで、うん、あ確かにそれを学びましたねはあスクラムハーフしってところありますよね、はい、きっと生かしたボールを生きたボールを死んだボールも生きたボールにとか、はあ、すごい思ってましたね <laughs> 他の大学はそれいいよなフォワード強えからみたいなそう,そう <laughs> 思われ方を教えてたんですかね、はい、よくそれ言いますよねラグビーではそうですね、はあ まあ豊田も,もちろんフォワード強いと思いますけど、はい、他がまた強いですもんね,んね社会人になるとああ狙われるしですかうんどうですかねそれよりも本当にそのボールやったっすね綺麗な、うん、汚いボールどんなボールでも、はい、生かして返せと、はあ、で浅田一平さんの後ともまあ岩村選手とか、はい、平野公樹選手とかもねこう後輩で今度入ってきたりして、はい、できっとレフリーになるっていう,こうきっかけもそのさっきその なんていうかなチームのスタイルに合う合わないって話されてましたけどそ、ね、それ関係あるみたいです、ね、そうですすねねう一番僕がこうこう悩んでた時期というか、うん、どうしようって思ってる時期にそれこそやっぱりプレータイムがなくて<ー>そういう時に話をいただいてレフリーを始めさせていただいたので、うん、そこで逆にずっとこの10年間ラグビーで。 試合に出続けていたらそれれが当当たたり前だっわけでですよねね本そそまはしたら僕はレフリーはできてないのでそんな話もなかっただろうしやろうとも思わなかったし一番レフリーと喧嘩してたんで僕は選手次第にそうですかいやそれが聞きたくて今日実は一番もう早速そこに行こうあの選手時代ってレフリーをどう見てたんですか今思うと今思うと。 これ絶対レフリーの人も聞くからちょっとあれですけど、はい、残疑を込めて、ま、マジで上から見てましたあのあ<ー>やっぱ選手っていう自信もあったし、うん、ラグビーに感謝こっちの方が上って思ってたし、うん、もうはい文句もくすほど言わしてもらいました <laughs> だからレフリーの方からするとこいつ口悪いなみたいな、はい、で僕一番初めそのレフリーのキャンプ行った時に えー、みんなの前でしっかりあの謝罪しました <laughs> いろいろご迷惑をかけましたとでこれからよろしくお願いしますい, <laughs> <laughs> いいですね <laughs> いやもうそれぐらい迷惑をかけたと思いますねそ,そういう気持ちがあったからちょっと敷居高いな生きづらいなみたいな <laughs> そうなんですねまあ今だから言えるだとこう特にどのレフリーの方といろいろそれこそ僕が始める本当に1週間ぐらい前に、えー、その頃 ヤヤマハさんかなうん、うん、ヤマハとトヨタがエコバかどっかで試合した時に塩崎さんが吹かれていて塩崎さんにラストワンプレーで、まあ、トヨタがずっと攻めててトライ取ったら勝ち合ったんですけどはい、はい、結局クワッカソミスにボール持ってかれて負けたんですよ。今みたいなどうか分かんないですけどはあ <laughs> <laughs> ってなっちゃって。 ぶーって文句言ったらその1週間後にレフリーキャンプがあってパって見たら塩崎さん隣にいて謝りしましまた <laughs> でもやっぱり塩崎さん本当にいい人で人としてもいい人なのでなんかもう謝ってからもあこういう人に文句言っちゃだめだなと思いました <laughs> こんな素晴らしい人に対して <laughs> <laughs> いやでも選手はそうなるのも分かりますけどね まあファンの人もなかなかレフリーの方には厳しいじゃないですかあの場所に立ってレフリーとなってそうだな一番のこうギャップというかあこういうことなんだって思ったのは何ですかね。あなんですかね。なんかやっぱこう見る順番をみんなこう立ててるんでダ、うん、ックルが起こったら何を見るとかはい、はい、全部それをこうプロセス立ててやってるので。うん そんどこ空いてるどこ空いてるのす空いなので僕が一番初めレフリーした時はあの誰かが抜けたら一番ボールもらえる位置に走ってたり <laughs> サポートしちゃったぐらいの。そうそうじゃあほにハーフと同じような動きしてて、まあ、今もあんま変わってないんですけど、うん、<laughs> でも結局よく言われるのはこう木を見て森を見るとか敵を,を見るとかそう,、うん、そういう話のレベルをいつもされるのでああやっぱちょっと。 そこは選手とと違うなと思いましたねここっていうよりかはちょっと俯瞰的に見て大きく捉えるというかそうですね予想もしなくちゃいけないしそうかやっぱディフェンスラインに立ってるレフリーもいれば <laughs> 9番のところに立ってるレフリーもいればいろんななポジションなので <laughs> じゃあレフリーがあるあるであの最初立っちゃう位置が「あどこ出身だな」とか <laughs> そうですねやっぱそこ立つのもすごいなって思って。 ちゃうしなるほど、うん、へでもまずそもそもまあそのなかなか出場機会が少なくなってでレフリーっていうのやってみないかってそれはどういう話だったんですか最初は多分まあチームの方もあの業界の方から話がきて、はい、でそうなんですか僕そこ詳しいことこ全然聞いてないんですけどでも多分こう。<laughs> 余ってるというか浮いてるのは僕やったので、うんうん、僕に来たとは思いますけどどうなんですかね<ー>来た時は断りましたあの無理ですあのあ、はい、無理すぎて <laughs> 別次元やと思ってたんでうん、うん、やっぱ選手は選手レフリーはレフリー,ーだと思ってたんである程度断ってたんですけどでもやっぱ出場機会も出ないし、はい、まあやってみても面白いかなっていう、うん、本当に軽い気持ちで始めましたね。 その時は奥さんには相談もちろんして話が来たこともはいしましたああ<ー>んか何個でもう一回やってみるわみたいな感じでしたね確かへえほんと軽い軽いというか、はい、ち,ょちょっと挑戦してみようかっていうそうっすあとはあの性格上やっぱ一番ってのが好きなんで、うん、第一号って言われたのも大きかったですね <laughs> ならやろうかなみたいなああ口説かれてそこでもう口説かれる <laughs> そうそれが 誰かの次とかやったりやってないかもしれないですね。<laughs> なるほどね。はい、まあ、あの、日本協会にはレフリーの発掘とか育成する T. I. D. プログラムでしたっけ。はい、で、原田、あの、レフリーマネージャーが、こう、はい、そういう選手たちに、こう、いろいろ見て。声かけてるみたいです。もんね、はい、そうですね。うん、今も、ちょっとずつ増えてきたりしてますもんね。で、初めて、こう、行くわけじゃないですか。はい、そういうトレーニング。 ンキャンプななのかかか、はい、ど,どうだったんでですすそれが一発目ですか塩崎さんが隣にいたのが。エフリーキャンプはあれが初めてじゃないかな <laughs>、ま、僕だからそういうのもやってるって知らなかったんで <laughs>、ね、<laughs> エフリーが集まって話してるっていうのも分かんなかったし本当に何かそこにあんまり興味を持ってなかったというか、うん、勝手に。 勝手に来てってっ言言い方ってくれる人みたいな本当にそれだけだったのででもそういう選手多いと思いますいまだに確かに当たり前なもんで、はい、あのなんていうかな正しくゲームをデザインするとそのままだけど間違えるとだけ怒られるっていう,う、ね、言われるっていうね、はあ、確かに厳しいですよね厳しいですねでやっぱ選手の時ってこう試合終わったらうん 勝ったた負けたがあるんでいつも僕あの久保周平さんとかにこう相談してたんですけど最初選手の時の勝った負けたの感情がないからーはーはーレフリー80分間した後に何にもこう気持ち的に満足感とか一切なくて点っっってて絶対なないと思うんですよ何も間違かたそれがない時点で満足はできないと思ってて<ー>満足する必要もないと思うんですけど、うん、なんかこう。 もやもや感がずっと残ってたのを結構相談してましたねはい、はいはあ、なんか分からなくない気がします選手から転身するとそうなんですよ勝ったーって喜べないし、ね、負けたらもう,もう次の月曜日からもう一回頑張ろうとかそうですよねあるんですけど、うん、それがレフェリーがどうしたらいいんだろうなっていう、はあ, <laughs> あ面白いなるほどこうなんていうかな評価されるためにやってるわけじゃないですもんねそうですね、はあ で何が正解かか間違いいももななででですすんんね <laughs> そうよ正しくもちろん拭かなきゃいけないですし、はい、100点を目指さなきゃいけないですけど、うん、でもやっぱ時にはその今オッケーだったのが次の試合ダメになるとかでダメにした方がいい時もあると思うんですよ絶対白か黒かではないのでは、うん、はい、はい、はい、それに対して一個一個こう考えていくとなあどうしたらいいんだろうなって感じの感情で終わってます。あ,あの本当ラグビーーはねルールって じゃなくて、こうローですか。はい、なので、こなんていうかな、裁量がありますもんね、そ<う>何がいい悪いの。はい。はあ。その感覚はなかったですもんね、選手の時は。なかったし、考えたこともなかったですね。へえ<ー>。そうなんですまず、でも、そもそも最初にホイッスル吹いたのは何のゲームですか。えっと、アシスタントヒルじゃなくて。一発目は。えー、高校生の試合ですね。はあはええと、高校対愛知の。はいはい。 長くても<ー>うん、本当に高校生の試合を吹かしてもらったというか、うん、それこそそこで初めて多分僕英徳高校にちょっとラグビー教えに行ってたんですけど。はいはい そこで笛渡されて吹いてみろっていう感じだったので<ー>あの松岡さん、はい、が見に来てくれて教えてくれて時計も何も持ってない状況で, <laughs> で時計あの40分だったら俺手上げるから, <laughs> るから笛吹いて終わらせろみたいな<ー>笛吹く終わらせ方も知らないなと思って<ー>ピッ,ピッって吹くのかピピピッ,ピッ,ピッって吹くのかも分からなくなっちゃって「<laughs> あえそれはレフリーになろうっていう前?」前そのってやってみろみたいな感じだったで。<laughs> あ これだけラグビーの試合やってるくせに全然レフリーのことを知らないってほん絶対でもみんなそうだと思いますそうでしょうね、はい、興味なかったらみんなそこに関しては、うん、あの学校のラグビー部の先生はこう覚えますもんね C 級レフリー取りますもんね,ね、はい、あ逆にトップでやってた選手はそうです逆に僕だからあの大学生のことかアシスタントレフリーとかしたことなかったのでずっとレギュラーだから。 いやしあのー、他の試合はあぐらかいて見ちゃってるぐらいだったので <laughs> <laughs> そうなんですよなのでだからそういう夏合宿でやったことあるとか<ー>それもなかったのではい、はい、本当に初めてだったんで分かんなかったですね <laughs> <laughs> じゃあもう真っさらなところからなんですね3分ぐらい僕プレー続けさせちゃいました高校生に <laughs> あもうノックオンしても、えー、流しまくって何で吹いたらいいか分かんないんで <laughs> ああ ヘッドヘッドになってましたけど。<laughs> アドバンテージ長すぎだし、アドバンテージ解消しすぎだし。<laughs> ななしはい、タッチかなんか出て終わったんですよね確かあれ。へ<ー>それ以外ずっとやってましたね。<laughs> でもまあちゃんとレフリーのこう研修受けてでそれでのデビューっていうのはどうだったんですか。<ー>何のゲームですか。どこだろう。公式戦で言わ、はい。公式戦いわゆる。東海リーグとかになるんですかね。ああ東海学生リーグ。とか。 えー、トップチャレンジとかですかね。はあ、コーラさんとかを吹いたと思います緊張はしましたああ緊張はしてないかな。はあ、はい。選手時代は緊張は選手時代も緊張はしない方ですね。あ <laughs> そんな感じ。はあそれこそ日はさ、はい、選手がそうやって言ってましたね。緊張したことないってい スクラムのの人はそういうい必要なのかなかどうなんですかね。うん、まあいい緊張感はこう好きなので僕は。緊張してるけど緊張と思ってないのかもしれないですけど確かに。でも過度に緊張しすぎちゃうとダメですもんねそうですねレフリーとしても。反省したりするタイプですか落ち込むというか。は ボードじゃない限り持ち込まないかもしれないですね <laughs> いいですね打たれ強いレフリーかも <laughs> あのじゃあ実際にレフリングもトップのゲームでもされてるじゃないですか、はい、テストマッチもでオーストラリア衛戦ですかねこの間のゲームも吹かれてて、はい、どうですかこうレフリーやっていて何て言うかなあこういうことなんだとかレフリーってこういうこと言われるんだこういう風にしなくちゃいけないんだって。 まあ最初の頃からで構わないですけど当初やっぱみんなに言われるのはずっと、まあ、チームにもそれこそ言われますけど、はい、一貫性を持ってくれた、うん、ので僕も選手の時それすごい思ってて、はい、一貫性があればこっちは対応できるのでってなで,、うん、でもそれがない人ももちろんいたし、ね、僕がない状況の時もあるのでなるほどそれは選手に対して必ず一貫性を持ってやらなきゃいけないなと思ってますね。例えばその オフサイドの基準にしてもその基準さえブレなければそれを守りますよっていうことなんですよね。僕は9番だったんでローラーウェイとかは、はい、ハーフにめちゃくちゃ優しい時もあれば <laughs> 逆にさばけるやろっていう時もあればで特にもう9番もみんな知ってるので、はい、流れやったりやったりやっぱ話しちゃうっすねもう今,今のさばけとか。<ー>で試合後話して。<laughs> 相変わらず厳しいっすねーとか <laughs> でも優しい時もあるので <laughs> <laughs> それはね邪魔だよねっていう時はもちろん撮るので <laughs> はあこういまあいくつかこう覚えてるシーンみたいの教えてもらえるとレフリー始めてから、うん、いいも悪いもいいも悪いも僕が一番最近で覚えてるのはえー、準決勝ですかねサントリー東芝、うーん の森太。ああ、スローフォワード。の、あ<ー>、のとストレートの。連続で。あ、はい、<ー>そうそう。でしたね。はい。あれ。ね、レフリートすると。そうですね。さらに、僕、あの中学校。ぐらいから知ってたので、で、一個<ー>上なので、東京、はい、でもそうですし。遠い、うん、もそうですし、で、練馬ラグビー。練馬。練馬かな。 はジュニアですね僕、世田谷でいつも試合してたので、だいぶお世話になった先輩というか、に対して、ピッピピピピそうですよね、メンタルきましたね、そうか、レフリーもそう思うんですね、やっぱり。まあ、吹くんですけどね。まあ、そうですよね、それはそうしてもらえないといわゆる一貫性、ここはじゃあ、許してやろうかじゃないですもんね、そこは。 確かにあれ何本でしたっけノットストレートノットストレート三本の多分あのダブルモーションみたいなあ,た、ね、あれを1本したのであれはもう目つぶりたかったですねあーなるほど、うん、でも笛吹いてましたんなんか偉そうですけどひょっとしたらレフリーになった瞬間かもしれないですねどいうことですかどういうことですか,ううですか本当のレフリーになったそういうことですね<ー>そういうものもレフリーは 流されないんだよっていうはい。確かにあれは見てる側も勘弁してあげてっていう,う、ねはい、ありますねノットストトスレートってすごくあります、ね、そうそう本当に去年ぐらいから厳しくなっていいコンテストをさせるために、うんうん、でもあれで本当にフッカーのレベルも上がりましたし別にこうかばうわけじゃないですけど、うん、しっかりいいギャップを持ったら安全に正当なコンテストを正当な場所に入れれば必ずお互いに。 チャンスはあるので、うん、それから踏み外したらダメだよねねルよねねって話なので、うん、確かにあの東芝も変えないんだっていうのも、はい、スローは変えてもいいぐらいのいてもっていうぐらいのシーンなのに使った多分東芝側もそういう意図があってこのまま終わらせないあえて投げさせる、はい、だし浪川さんももちろんしっかりと取る。はいうん いやでも去年一番印象的なシーンかもしれないですね全部のそのシーン撮ってもですよね,すね他にも何かあります思い出すこと失敗したなみたいな,失敗したな流されたなはもうないですかないかなじゃあ例えばジャパンまあジャパン15でしたけどもオーストラリア A とか、はい、そのあとテストマッチもこう近くで アシスタントレフリー含めて関わりますよね、はい、マッチオフィシャルとしてどうですかう高いレベルっていうのは何が違うんですか大切なのはうーんそれこそ変なプレーはないというか、はあ、吹きやすかったりするんですか吹きやすいですね逆に挑戦する選手はいっぱいいるんですけどうん、うん、もう最初に「ダメ」って言っちゃえばこう僕を分かってくれるというか本当にレフリーに合わして、はあ、へなので 高いレベルの方が楽といえば楽。ああ面白いですね。はい、僕逆に高校生の花園とかはすっごい下手だと思うんですよ。うんうん、僕が吹いたら、僕が吹いたらっていう言い方おかしいですけど、な,<る>なんか本当に。そうかじゃあ逆に部活の先生とかで吹き慣れてる人の方が高校ラグビーは分かってたり。はい、うまいと思います、ね。なるほど面白いですね。うん、ちょっとここでぜひ。 誰とは言いませんが、はい、えあるレフリーの方からいろいろお話聞きました滑、はい、川さんに関して、はいえー、もちろん先輩です、はい、彼自身はプレイヤー感覚でゲームを吹いていたと最初言ってましたただそれだけでは良くないと感じてレフリー感覚で笛を吹いて見るというのも出てきたと本人おっしゃってましたと。で我々レフリーからトップレベルを担当する機会を得た者にとってはある意味新鮮だったと。というのも少なくとも その方は私たちはえプレイヤー感覚を知りたいしお互いの感覚をどうすり合わせていくかだと思っていたので彼の存在は貴重だと感じましたとう顔が浮かびましたね <laughs> イニシャルで言うと SK、えーうん、苗字の方は苗字は K <あー> <laughs> 多分そうかも <laughs> 思い出しますこの話されたの うーんまあそうですね。<ー>はい、こうプレイヤー感覚レフリー感覚なめかはレフリーの中ではどうこう,かわ違うんですかうんそれこそ僕は去年のリーグワンの開幕戦でドコモさんとリコーさんかなを吹かしてもらった時にあの時って本当に。 グランド上に番が3人いいいるみたいな感じでふえふいてて、はい、もうブレイクダウンの一番近くにいて <laughs> ボールがあるところにずっと走ってて <laughs> でダメなものはダメいいものはいいとし、うん、てなんですけどそれがそれこそ準決勝の時は1年間ずっとやってきてだいぶブレイクダウンからも距離取ってすごい大きく見て、うんうん、見れるようにはなってきたかなとは思ったですね。うんそれがやっぱりこうレフリーの感覚だと 俯瞰しててちょいあとはもうアドバンテージとか<ー>もうそんなとこいらないじゃんっていうのも思ってたりでもそれって本当にずっとレフェリーやってる人からしたら多分ない感覚だったかもしれないですね。は<ー>僕たちからしたら2 2ーのインサイドのアドバンテージなんて、うんはい、どうせ蹴るのでもうパッて浮いてよって思うし<ー>逆にハーフウェイとかで。 どうしようどうしようどううしようって迷ってるんやったら、うん、もう戻ってくれたほうがいいしああ確かにそれを9番と話すことも大事やし、うん、そういう感覚は僕はずっと今も持って、はあ、このチームが何やりたいかとかすごい思いながらやってますね。まあ、もちろんゲームの前にはその両,両チームのことをこうレビューするわけですよね、はい、あプレビューすするわけですよねだから選手時代とプレビューが全然意味が違うわけですね。そうですね、はあ そうかチームの逆に言うとチームの個性が見えてきたりするところもあるんですかレフリーやってるとそう大体のこう攻め方とか、はい、あとこの選手はこういうことしてくる <laughs> 特にセットピースに関しては、はい、スクラムラインアウトに関しては、うん、この選手は飛んでくるなとかコンテストじゃなくて飛んでくる人に対してとか<ー>で僕はこのヨーロッパツアーで 申さん長谷川慎さんと、はい、こうスクラムのことをずっと勉強させてもらって本当にスクラムって奥深いなって思ったし勉強すれば勉強するだけ自分の引き出しは増えるなと思いましたうんそれだけではないと思いますけど,なるほど持ってる手札をいっぱい持っとこうと思ってさっきあの滑川選手時代にこレフェリーにかなりこう上から目線でって言ってましたけど多分スクラム組んでらっしゃる方は 何がわかるんだよって思ってる選手きっといるでしょうね。みん、えー、思ってると思います。<laughs> 組んでみろって思ってると思います。みんな。あのい今トップからは一斉引かれたのかこういらっしゃいましたよねプロ出身のレフリーの方も。はい、そうですよね。で僕絶対ゲーム前にフロントロを集めて、はい、こう他のレフリーってこうギャップをしっかり取ってねとかまず、はい、組んでねっていうコミュニケーションをみんなするんですけど、うん、もう僕はもう一言 一言ででないですけどもうスクラムに関してはもう選手の方が分かっているので、はい、ただ、その情報をくれと僕にほうほうそれを加味して吹くしでも僕はレフェリーとしてここでこうこう,こう見るうでもその本当の答えって選手,か選手しか持ってないと思うのでそれは必ず僕にこう当ててこいじゃないですけど言ってきていいよとは言いますそれでこう左右されるとかじゃないですけど情報として。 持っとくのは僕は一番いいと思いまう。だからそいつらしかわからないのでの。そうですよね。よくあの一列の選手がこれレフリーの人にちょっともうちょっとこれなんとか頭の位置がとか前、はい、があってこう話しかけてこないひょっとしたら事前にそういうことをちょうだいって言ってるレフリーもいる。いるかもしれないですね。だからヨーロッパの時にイングランドと日本の時にイングランドのフロントルでずーっと話しなんですよ。レフリーに対してはい、はい、試合中80分間話し続けて,て<ー>スクラムこう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 。 それも一個のこの技じゃないですけど、はあ、日本代表も必要かなと思います、ね、その日本代表のツアーにずっと帯同されててあのねそのイングランド戦の話で特にこう、えー、10項目ぐらいこうビデオを作ってこれっていうこのレフリングはどうなのってに そのジャパン側から問い合わせをしたっていう話聞きましたけど、はい、そこもアドバイスをされたんですかそうですね、いろんなこう僕を返しながら話したりして、実際これ、送ると思ったんだけど、どう思うっていうとこでも、合ってることを送っても意味ないと思います、うん、これは日本代表が悪いんじゃないとか、はあ、これに関してはレフェリーが間違ってるかもね、うん、これに関してはイングランドがだめだよねとか、本当にこう、ルール上というか、はい、いうコミュニケーションは取らせてもらいました。はあ で川レフリーとしてこう見ていてあの時はどう思いましたあの、まあ、レフリリーがどうこうっていう話っていうよりは,はジャパンがちょっとかわいそうだなっていう部分もあったんですかねそうですねもちろんありましたけどそれを加味してもイングランドの出来はよかったと思うのでそれよりも日本代表がやるべきことって多分他にもあったと思うのであんまりこう レフリもちろんやっぱり間違いはありますし、ええ、あれですけどあんなすごいスタジアムで吹いたらそのためにだから自分もあそこに立った時にはしっかりやらなきゃいけないなやるための準備をしとこうとは思いましたね。んあなんか今すごくか川レフリーがすごくなんか分かった気がしましたんていうかこう細かいことのなんとかそういうところのつ付き合いじゃないんだよっていうことなんですね。はいあ ももっと大きくそこもそう、ね、ラグビー自体を楽しく見るためにはどうするのっていう、はいはあ、面白い、はい、ジャパンとこう一緒に帯同していてど何がこうためになりましたか今の話もありましたし新さんとスクラムの話ってめったになかなかそこまでないでしょうしう、ね、あとはコミュニケーションの部分でやっぱ代表に選手に関しては各チームにいろいろ降ればみんなこう試合に出てリーダーなので。うんはいうん その人たちとこう一緒に日々生活してやった時には僕リーグワン今年からすごい吹きやすいなと思いましたああ今まで帝京のし出身だったり桐蔭、はい、学園の出身だったりっていうつなうがりで、うん、プレッ中僕ずっと話してるので<え>さっきのためもう一個待っといてとか、うん、そういうコミュニケーションを取れる相手が増えたなと思いました。そああそううかじゃあ事前にそう 大切なんですねかるっていうことがそうです、ね、一方的にプレビューするだけじゃなくて、はい、そのレフリーの K さんもお話しされてたのが、うん、選手のコミュニケーションがとっても多くて浪川さんの試合の映像を見ていても勉強になることが多くて時にその会話が面白いって感じることもあるってそうか会話自体もそうなんですね決まりきってなくって僕試合前に絶対にそのプロップの話ではなくて、はい、チーム全体に対しては言うことが 選手からレフリーに対して文句言ってきたら喧喧嘩嘩っかけらられた俺はすると思うでも僕も人やから優しくとは言わないけど人を認めた上でコミュニケーション取るんやったら僕もそれで答えるとだからいいコミュニケーション取りましょうねっていうと外国人は笑ってますけどでもそれが1個の何かの紐もほどくじゃないですけど試合前に絶対いいことでバチバチやり合ってもいいことはないので。 やっぱ向こうもヒートアップしてくるんでヒートアップしたときにヒートアップしてきたらこっちも蹴散らすしかできないのでうん、うん、逆に言い返してもストレス溜まるだけなのでなそういうときぱ大人になろうよとのは思うので,ううで、ね、いいコミュニケーションがいい試合を作るとは思うので。そうなんですねもう やっぱレフリーの方の声が今中継でも全部聞こえてくるからこうどうしてもこうギスギスしていく感がありますもんねゲームによっては選手たちがそこでこう選手たちもイライラするしレフリーの方もこう怒ってるなみたいな感じがあってうんこうまあ資質って言ったら一つじゃないでしょうけどレフリーで大切なことって何ですかね資質うん僕はコミュニケーションが一番うん あの試合中だけじゃなくて、うん、人間関係もコミュニケーションでしょうし、うん、それは大事やと思いますそうですね、はい、分かってもらって分かってあげてのですよ、ねはい、やっぱお互い認,認め合うというか本当に僕は選手すごいと思いますしやっぱあんだけのトップレベルでやってて、うん、僕に対してもこう認めて話してくれるっていうのはすごい。うん だからこそ僕もしっかりしたパフォーマンスを出さないといけないと思うのでうすごい濃いこの2年3年ぐらいですねそうですね 2>, <ー>2年前には逆に僕ボロッカス言ってたんですけどね <laughs> そうですよ、ね、<laughs> 言いましたけど <laughs>、はい、こうも変わるかみたいな感じでしょうね,うでね、はい、これレフリーの方たちが一番思ってるかもしれないですね一番思ってると思いますほんに <laughs> そんな話したりします リあ,んまりあ,あそうかそうか、はい、でもあのレフリーの方はこうあのアシスタントレイブ含めてこう一緒に移動されたりしますもんね、はい、こうリーグの中とかだとそういうところでこうコミュニケーション取ったり食事したりみたいなのそうですね今まあコロナが流行ってる時とあれは違いますけど、うん、僕は基本的にこうお酒飲んだりみんなと食事したりっていうのは好きなので,、うん、で基本的に変える方向が一緒だった なる人とか東京方面で多分秩父宮国立、うん、逆に千葉の方だったりあ<ー>があるとこでどっかで集まって、うん、食べてから帰ろうとか<ー>で帰りの新幹線でもまた一緒なのでああなるほどそうそうでそう,そうそれもそういえばさっきお話しされてて僕なん,<お>なんだっけな秩父宮じゃないのんかの時迷いましたもんどこ <laughs> 今までバスでしか来たことないからバスでグラウンドにポンってついてたんでちょっと待って自治村宮すぐそこじゃないですかみたいなの入り口レフリーの入り口とかみんなそれって経験してる人じゃないとわかんないのででもそれをなんかわざわざ教えるっていう文化も文化ないというかいや知ってるだろうと思ってるんでそうですねそれもラグビーのことすごく知ってそうで実は知らないことたくさんあったってことですか これなんででも公共の交通機関なんですかレフリーの方は何でなんですかねさっきおっしゃった遅刻しちゃダメだからっておっしゃってましたよねでも。はい前日に入って近くに泊まって電車で行きますね学校の先生も多いし、はい、まあ一般の企業を務めてらっしゃる方も多いし、はい、レフリー大変ですよね 大変ですね本当に僕は恵まれて、えー、会社が理解してくれて、うん、教会の方も理解してくれて、うん、こうレフリーにこう100%費やせているのでうん、うん、あれですけど普通の方というか今までやってこられた方って月曜日から金曜日にずっと仕事して、はい、その間に朝4時5時から走って土日のために体力作ってっていうのを1年間やり続けて。<laughs> えー、ビデオ見てて研究ももしてですもんね 9番にからボロカス言われていやそれはやってられないわってずっと思ってましたねでもその世界は知らなかったので僕入ってからやっぱいろんな人に結構これ広めてますあのレフリーのしんどさというか,うか絶対分かるべきやと思いますね、うん、だからそれわかレフリーの大変さがわかると リスペクトもすするし、はい、で互いにいいに相乗効果ですよ、ね、こっちも言うだけではなくもちろんやらなきゃいけないし、うん、与えられた時間で100%もちろんやるんですけど,ど選手がノックすのと一緒でこっちもミスしますしそのために僕らも準備してないわけではないので選手が準備する僕らも準備する、うん、だから一緒に作っていく。面白いこう それやその役割もひょっとしたら大きいかもしれないですね。そうだと思います。最近すごい感じます。こう日本のラグビ界にレフリーのことをもっと知ってもらうというか。そうですね。やっぱトップで選手でみんな知ってるわけじゃないですか。お、なめか今レフリーやってるのっていうふうにまず見られてっていうことはこうこうなんていうかな広める役ですよね。みんな知ってる。そうですね。アンバサダーじゃないけどレフリーアンバサダー。そうですね。でそれこそ東イ学園 影響といったとい、トヨタって、もうやっぱ、リーグワには多いので、はい、そういうつながりがいろんな人がこう。知ってくれて。うん、はい。がいいと思います。なるほど。で、浪川選手のことを見て、お背中を追いかけてる方もいるみたいですね。そうですね。えー、ちょっと教えてください。ヒートの。近藤。はい。はい、えー、ミーホンダヒートのロックの近藤。選手。はい、今まだ現役ですもんね。選手なんですかね。はい。の、と。 近藤選手が今レフリーも始めてみたいですね。こ、はい、の前の菅平で会いましたね、初めて。あ、そうですか。へえ。これやっぱりナメカさんを見てですもんね。どうなんですかね。<laughs> いやいやそうじゃないですか。<laughs> うん、こういう道があるんだって。まあそうですね。一、うん、個のセカンドキャリアとしてもできたんではないかなと思いますね。ね海外ではスーパーラグビーやってる選手、はい、やってた選手でニックベリーとかそ、はい、ういった人も今みんなそうですね。あ,<ー>あの。 U20 代表やったりどっかのそういうのがもう当たり前なので、えー、あ元スーパーラグビーだった人が多いですか今多いですね、うん、どっかのカテゴリー下でも代表やったり<ー>っていう人ばっかですねじゃあひょっとしたらワールドカップもこの何大会か後はそういう人ばっかりになる可能性もあなると思いますね、はあ そうグレン・ジャクソンってあのチーフスのスタンドオフやってる人が最初レフリーにやるって言って我々中継してる時「えそうなの?<ー>」って驚いた覚えがもうでもなだ,だいぶ前ですね。はあ、へえじゃあそれがスタンダードになっていくかもしれないですね。そうやっぱラグビーを知ってるのでいいこう方向転換というかう強みはありますよね、はあ、そのレベルを知ってるというか。はあ ちょっと体力あるじゃないでですすか私そうね根本的に <laughs> 俺ラメかさん見ててやっぱまず絶対そこに行けるなっていうのがうそれがすごいなと思ってそうですね <laughs> 選手より走りそうなぐらいのところありますもんねでもやっぱ僕9番時の方がしんどかったですね体力的にはやっぱりほうほうレフルも80分走って本当に8キロとか80分ぐらい走るんですけどんなんかずっとこう そこまで100%のダッシュを何本もするわけじゃないので逆に頭と目が疲れるぐらいではあ違うところが疲れるんだ <laughs> そ,そ,そっち考えすぎてあそういえば試合終わったから疲れたなみたいなのは<ー>多いですねへーじゃあこれからどういうところで充実感を感じていくんですかねもっと面白いですねそうですねへー何がやりがいになっていくのかうーんやっぱだから目標 2027年とかそういう目標をしっかり持って、うん、そこに対して近づいていってるって思うことがやっぱなるほど一個こう自分のエネルギーじゃないですけど、うん、にはなっていいくと思いますね2027年はワールドカップオーストラリア大会ですね、はい、だから来年フランスですからその次の大会ってことですか何歳ぐらいになってますか何歳ですかねププラス5プラスス<ー> いいですねピチピチそうですねまだはい、はあ、じゃあレフリーを見ててこのレフリーいいなとか参考になるなみたいな人もいますかうん僕はそれこそ久保周平さんとか<ー>川原さんまあみんなそうなんですけど、うん、一番こいつうまいなじゃないですけど、うん、僕には持ってないなって思うのはやっぱ古瀬ですね早稲田のああ学生レフリーですよねあの子は はい、いろんな意味ですごいですね。<laughs> 大物。なんかこう同時ないですよね。担担当。はい、少し同時だ方がいいんですけどね。古澤 <laughs>、ね、の場合は。はい、いや確かにこうあの年齢と思えないですよね。すごいですよ本当に。確かに英語も堪能なんですよ、ね。すごいペラペラなので。<ー>すごいですよ本当に。古川さんは英語は？全,全然その古澤さんに比べたら。<laughs> <laughs> でもまあでも必要ですもんね。そうですね。頑張らないといけないところなので。 あのこの番組のも出ていただきましたけどクイあクワイアノさんも、はい、ね今チャレンジ同じぐらいですかレフリースタートだと思いますああそうですね、はい、向こうはセブンスなので、はい、そこまで僕はセブンスやってないので、うん、こう関わりはないですけど,なるほどそうかでもまあセブンスのワールドカップだったりきっと15人戦も期待でしょうしねクワイさんも、はい、じゃあ選手出身のこれからレフリーが出てくるかもしれませんでこの後ぜはあのー レフリーになるにはどうしたらいいのっていう話も聞きますから、はい、よろしくお願いします,ししますここでお知らせがあります日本ラグビーフットボール協会公式アプリジャパンラグビーアプリ先行プレオープンのご紹介です15人制日本代表をはじめラグビーの幅広い情報をお届けいたします今後はさらにパワーアップ予定となっていますから限定オリジナルコンテンツも楽しめますラグビーがもっと身近にもっと楽しくなるジャパンラグビーアプリぜひダウンロードしてください 詳しくは番組概要欄や JRFU 公式サイトをご確認ください。また JRFU 公式 YouTube チャンネルのジャパンラグビー t v には日本代表をはじめ舞台裏をご紹介するインサイドストーリー、ルール動画や様々なコンテンツがご視聴いただけます。ぜひチャンネルの登録お願いいたします。さあ今の話を聞いていて、きっと選手たちも レフリーっていうところもしその話を聞ければ思うかもしれないしこれからレフリーやってみたいっていう一からレフリー目指す人も出てくると思いますけどどういう方法があるんですかねレフリーにな,なるにはどういう方法があるんですかねその TID もちろん選手のあれにか選手から移行するに関しては今はそれがあるのでそこに配、うん、でそこからこう経験を積んでいく、えー、のー。 があると思いますけど、それ以外は、まあ、本当に今までの方が通ってきたような道というか。うん、限定の試験を受けて、はい、いろいろチャンスをもらってっていう感じにはなると思いますけど。うん、なるほど。そうか、その意味では、浪川さんは、こう、まあ、飛び級というイメージですかね。しっかり受けましたよ。受けましたけど。<laughs> 受けましたけど、こう、皆さんがやってる、それこそ。中学生吹いて、高校生吹いて、はいはい、大学生吹いてっていうよりかは。うん、もう、パパパって、上を、うん、こう、チャンスをもらえたので。えー それ役割ありますね、本当にそういう。そうですね。いや本当にリーグワン楽しみになります。開幕のゲームとかまだ決まってないですか？決まってるとは思いますけど、なんか発表もこう、はい、タイミングがあったり、ああな,なるほど。まあ多分チームのその選手発表とかとそういうのが一緒なので。はいはい、あそうですよね。そっかそっかそうですよね。はい、まだ言えないですよね。そうですね。<れ> <laughs> なるほどわかりました。はい、で夢は2027年っていう話ありました。はい、こう改めてどんなレフリーになっていきたいですか？ うーんどんなレフリー、難しいですね、うん、まあでも一番やっぱ、レフリーとはって僕が思う想像に近づきたいというか、うあのしっかり体も鍛えて、うん、しっかりゲームにフィットして、でゲームを理解して、変なところで変な笛を吹かないとか、当たり前のことを当たり前にやっていくっていうことはしたいですね。ーうーん 生活のリズムも変わったでしょうね。レフリー始めて。そうですね。奥さんには本当にレフリーしてからあの家にいないというか、<laughs> 選手の時よりも家にいないので、<ー>それはすごい言われますね,ね。想像してなかったでしょうね。それ。ご本人も。はい。僕も大変ですそれ以上に奥さんの方が大変なので、このまま三人見てずっと一人なので、えー、すごいですよね。えー <laughs> でもレフリーとしての姿をたくるくんもそうですねきっとまたシーズン見てくれると思うので,うで、ね、はい、はい、さあそしてこのジャパンラグビーテービー矢野たけしのラグビー語ろうぜ次回の配信はゲストえー、配信の日やゲストにつきましてはえー、JRFU の公式 SNS などでお知らせいたしますお待ちくださいさあ今回はなめかわさんをお迎えしましたえー、何か言っておきたいことありますかレフリーをこうもっとこう見てくれとかいやそ, <laughs> そんなことはないですけど うん,なんですかねやっぱレフリーもレフリーであのいろんなこと言われたり、はい、いろんなことをいろんな目をみんな向けてますけどす、ね、僕たちも僕たちなりにこうやるべきことは必ずやりきってあのグラウンドに立っているのでそ、うん、そういうういい姿ししっかり見てほでですねうんそうですよねねよ <laughs> 選手も言われるけどレフリーは特に普通にやってると言われずに間違った時だけ <laughs> そう、ね、<laughs> 言われてしまうという厳しさありますから。 そう、S. N. S. とかもあまりできないんですか。そういうわけじゃないですか。どう、あんまりやってる文化ないですね。ないですよね。確かに。あんまりこう、どっちかにこう、偏っちゃったりみたいな、そういうふうのもあるのかな。あることはあると思います。あ、そう、前回のワールドカップ日本大会ありましたもんね。あの、フランス戦。はい、はい、はい。あの、肘打ちで。あの、退場になった選手の格好を真似して、やって、S. N. S. 上げて。 怒られちゃったりみたいな。なんかこの前もありましたね。あ<ー>、はい、あそうですか。まあでもゲゲームを作っていく本当に大切なデザインする方なので皆さん優しく <laughs> 一緒に応援していきましょう。<laughs> さあでは並加さんぜひリスナーの方に何でもいいです最後メッセージくださいお願いします。うんまあリーグワン始まるのでで僕たちレフリーこうレフリー人としても本当に今までこうずっとシーズンオフから 準備してきたので開幕戦からしっかりと皆さんにいい笛を吹きかせれるように頑張っていこうと今、準備しているので選手、まあ、試合を楽しみにするのとプラスレフリーもちょっとは注目してもらえると嬉しいいかなと思いますぜひそのレフリー面白いところ大変なところも含めて広めていってください。はい、え今回ゲストにお越しいただきました日本ラグビーフットボール協会公認 A 級レフリーの滑川武人さんでししたたあありりががととううごござざいいまました。 それでは番組この辺りでノンサイドです。